こんにちは。あ、こんにちは。歩くの大好き、伊能忠敬です。どうも、今日も、ウォーキング配信やっていこうと思います。今日は、静岡から、奈良まで歩こうと思います。よろしくお願いします。配信外で、バッチ1個取っちゃった。黙れ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 、しゃあないやろ。聞くな、何も言ってくんな。まあね、配信でやらなくていいやって思って始めたんですけど、おい行くなデカブツ。せっかくだしな、言って1時間ちょっとくらいの内容なんで、まあ続きからまあやっていけば、まあみんな楽しめる人は楽しめるんかなと思って、ちょっとつけてみた次第ですけども、ピカチュウオーエナルスで、ちょっと配信前にね、心強い人々がいたので、あんまり今作のポケモンあんまり触れていないので、本当に何でもいいから、ポケモンをちょっとくれないかと。で、そのポケモンを殿堂入りまで絶対連れていくからという感じで、今回お二人からポケモンを譲り受けまして、レベルとかもねちょうどいい感じにしてくれとお願いしたんです。はい、が1匹目です。氷っぽレベル1、キモすぎ親バニー、バニーからもらいました。レベル1キモすぎ。あとスーパーボール嫌すぎ。俺なんだろうな、そのポケモンの決まりがあって、絶対モンスターボールで捕まえるっていう変なこだわりがあるんで、ゲー吐きそう普通に。このスーパーボールのマーク見るだけで。海ディグダ、トトさんです。トトさんとバニからもらいました。レベル12。海ディグダっていうポケモンがいるのがまずびっくりして、一発ネタバレ食らったのと、まあ強くなさそうだなっていうのが2個だね。殿堂入りまでこれ一瞬連れてけんのかっていう話だよね。まあ、で久しぶりに配信するな。みんな元気してた？調子どう？ What's up people。 海ディグダ出してみるわ俺。これ何覚えてんの？技終わってるよ、とりあえず。アクアジェット今一つだけ行くか、ぶっ飛ばしていくか。おい、むっちゃ弱いぞこれ。ポッツさん、めっちゃ攻撃とかいろいろ上げてるんですけど、どうするの？あ、わかった、砂かけるわ。砂かけたら命中率下がるでしょ。これで相手がせっかく上げた攻撃を全部、弱すぎる。フォトミックスのポケモンゴミすぎ。おい、全部って回復されてるやん。え、氷っぽめちゃくちゃ強いじゃん。めちゃくちゃいいじゃん氷っぽに比べて、このクソ。まあせっかくね作れたんだからね、まあ、文句は言わんときますよ。このクソ海ディグダとかいうやつがよ、マジで何ができんねん。回復させてあげるわ海ディグダ。マジでもな、このかわ可愛くてかっこよくて強い氷っぽがスーパーボールから出てくるのゲー吐きそうなんだよな、マジで。え、カイリキーいるじゃん。おい、カイリキーだと思ったら草だった剣について。カイリキーに見えるだろこれ。カイリキーに見えないだろ。なんだっけ、あのクワガタムシみたいなさ、でけえさポケモン、カブトガニバージョン、カブトガニカイロスだ。カイロス、カイロス、カイロス。おい、近づいてくんじゃねえお前も、綿毛が。あ、ちょっとボコるか一旦綿毛。おい、逃がさ逃がさ、全部いけ全部いけ。あ、いいよ。やっぱ海ディグダ行くか。海ディグダ、やっぱ俺海ディグダ信用してよ。このポケモン、まずこのポケモンが何なのかも分かってねえしな、全然。砂かけ、砂食らってるけど大丈夫。でもアクアジェットでぶっ飛ばしてけ。はい。弱すぎて受けた。え、待って、弱すぎて受けた。言わんこにこれ。先に鹿みたいなやつがいる。なにこれ。うわ、なにこれ。
なにこれ、獅子神じゃん。ちょ、捕まえる。俺の仲間になる気があるならちょっと入りね。は？仲間になれ。これレアなポケモンってことなんじゃないの？え、ゾウ入れてもポケモンいないんだよな俺今。めっちゃゾウいるじゃん。え、さっきのさ、あのあれ見てね、俺すぐ帰らなきゃ。昼になった。すあ、ポケモンセンターすぐ近いね。てかガソスタみたいになったような、この先のポケモンマジでウケるんですけど。こいつ何、うるせえマジで。で早くなんねえのかよ、このアメリカンみたいなさバイク乗ってるけどさ、全然もうめちゃくちゃオーラ出てるし、ビームビューって出てるのに全然速くなくて笑う。マンキー色違いじゃねえかお前、色違ってねえわ。めちゃくちゃマン、メイクルいて草、めちゃくちゃポケモンレアだと思ってたらめちゃくちゃいて草。これさ、みんな見てくれ、これビビリ、悪ゴースト虫タイプの攻撃を受けたり威嚇をされるとビビって素早さが上がる。これウミディグだ、これ行ってみてくれ。これどうなんだ、オクトパスとかさ。あ、ダメージは食らうんかい、終わってるなマジで。あ、お任せかいってあるな。今作こいついるの、テレポットみたいな名前のやつ。俺こいつめっちゃ好きなんですけどねえ、これ欲しい。なんでくれなかったの、トトさんとバニーは。ふざけんなよマジで。 EV がいる、めっちゃ草だった。ふざけんな、 EV に見えたわ。 EV に見えないか、この角度でこんなことされたら。なあスマホだろお前ら、もうマジで目凝らして見てくれ、マジで EV にしか見えん。草だった。私が勝ったら CD を買ってもらいます。じゃあ俺が勝ったら CD 買ってくれな。いや、サブスク全部買ってくれな、全サービスで。サブスク世代なのって言ってる。岩よけろ、任せろ、こういうの 大好きだから。岩よけるプロだから。当たんないんだよね普通に考えて。当たるわけがない。ここでやっぱ筋トレして、マジで全員もう本当にもうボコってこれるぐらいになって、強くなって。今自分に必要なものしっかり分かって。そうだよね、ゴーズがいる、ゴーズがいる、ムーマーもいる。あ、行かないで、だからバカ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 倒さないで。うわー、干します。うん、もう下からもう一回やり直す、マジで終わってるわそれは。うん、俺のお気に入り順番でいくわ。うん、まず一番下が一番気に入ってないってことにしよう。まずもうホゲゲが一番下だろ。とりあえずコーリップね、かわいい。いや、こんな感じで好きですね。はい、かわいい。戻るあれもあるんだ。あー、ゴーズ押すがいいなー。あー、押すだ。ちょっと待てよ、傷つけたくないから。モンスターボール、はい、はい、入ってくれるか。何もない。なんだお前、お前捕まったらマジで普通に一軍だからな、マジで。ねえ、俺の悲しいエピソード言っていい？俺、なんだっけ、ゲンガーって名前でゴースト使ってたことある。だから今回もこいつの名前ゲンガーにするよ。これは悪いけど、こうなっちゃうな、こうなっちゃうな。今はムーマはいいや、だってもういるもん。ムックルの鳴き声のモノマネだ、これが。ピピ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 、かわいいね。は？
何お前進化するの？え、どうなん？絶対かっこよくなるだろう。3個になるのかな？3個に本当になった。終わったマジで。全然可愛くなくなった。なんだこの色。え、この人ってご飯とか食うんだ？ USB ケーブルとかじゃないの？もうナルスの分ないからな。悲しい。作ってほしい。あなたの分欲しい。半分じゃなくて全部欲しい。